漫画アクション、漫画アクション、漫画アクション、漫画アクションは、双葉社が発行する日本の月2回刊、青年漫画雑誌。発売日は、毎月第一、第三火曜日。1967年7月7日に、週刊漫画アクションとして創刊された。創刊編集長は後に、双葉社の社長となる、清水文と、2003年に一時期休刊となったが、翌2004年に、 月2回間で、現在の使命で復刊された。漫画アクションは最初期の青年漫画誌であり、歌詞本劇画出身の漫画家を積極的に起用し、青年漫画ブーム及び劇画ブームの基盤となった。モンキーパンチの、ルパン三世、石森翔太郎の00、009-1、小池和夫、小島強雄の、小連れ狼、バロン、吉本の、10キャンデンシリーズ。 大友勝博の気分はもう戦争。長谷川法政の博多っ子純情、春木恵美の蛇林子知恵。石井被災地のくるくるパーティー。上田正史の刈上げくん。相原浩二の勝手に白熊。薄い義人のクレヨンしんちゃん。西岸、良平の鎌倉物語。大田垣康雄の一平などのヒット作の初出詞としても知られる。 武数低迷による休患が噂に上り出すたびに、ルパン三世、ジャリンコチエ、クレヨンしんちゃんといった国民的な大ヒット作が現れ、武数が持ち直すということを繰り返したため、これを指して、アクションには、神風が吹くと評された。一方、クレヨンしんちゃん以降のヒット作には、恵まれず、武数は低迷する。同作をはじめとして、刈り上げくん、鎌倉物語は、2000年に、 ファミリー向け四コマ漫画誌として、相関サタ、漫画タウンへ移行、その他の作品も、他誌への遺跡が相次いだ。看板作がなくなったことへの手こ入れとして、成人向け漫画出身の漫画家を積極的に起用し、成人向け漫画雑誌とほぼ変わらない紙面を構成した、時期もあったが、逆に旧来の読者層の離脱を招き、部数はさらに減少していった。結局は、新たな、神風は、 吹くことなく、販売部数低迷のため2003年9月30日発売の号をもって一旦休館されることとなった。この時は、しわしの休館と表現されており、休館する雑誌としては、珍しい、復館を前提とした休館だった。2004年4月20日に、月2回観光の雑誌として復館する。復館、再開号の中ずり広告では、復館の文字が、 代々的に掲げられ、アニメ版、ルパン三世の DVD 付録や、掲載作品のタイトルが告知されている。この号では、日本人脱致問題を主題とした奪、脱還少年犯罪の過程を描いた、17歳、トカジ・ケータ原作のコミカライズ作品、牛乳アンタッチャブル、2008年に映画化された、子供の子供、2010年にテレビドラマ化された、森の朝顔など、 多くの社会派作品の連載が同時に開始されている。その後、表紙にグラビアアイドル写真の掲載を再開している。ただし、不定期的に掲載作品の作画の表紙となる。新、幸せの時間、お願い、サプリマンマイプユリレイリー、ポルのグラフティのような成人の性描写を代々的に含む長期連載作品もあるものの、2005年以降の鈴木先生。 駅弁一人旅とバツ A フォルセファイドロマンス、マスイカイ、ハ花、オッツ GP、漂流ネットカフェなどの連載により正当派の青年漫画史として再起を図るとともに公式サイト上で雑誌掲載作品の無料ウェブコック、ウェブ漫画アクション解説など新規の読者開拓を図っている。なお、同様の試みは講談社のモーニング2が追従している。 北朝鮮による日本人拉致問題を連載作品で扱った最初の漫画雑誌でもあり、復刊時の奪還を皮切りに北朝鮮拉致ドキュメンタリーとして北朝鮮による拉致被害者家族連絡会に当時所属していた拉致被害者家族の解放に向けた活動を本総一の作画で連載し単行本化している単行本は原則的に専用レーベルとなる アクションコミックス AC より観光される。漫画アクション公式サイトのウェブコミック連載ページとして設けられていたが、2013年4月よりウェブコミック杯等を統合してウェブコミックアクションへとリニューアルした。1980年代にアクションジャーナルという特命コラムのコーナーがあり、毎週数本のコラムが掲載された。主な執筆者は次の通り、 2004年の復刊後にアクションジャーナルも復活していたが2013年に終了。1968年創刊。後に別冊アクションに改名された。第2.4金曜日発行の月2回間漫画雑誌であったが1985年にコミックアクションキャラクターに解題されリニューアルされた。アクションキャラクターは1991年に 青年向け漫画雑誌、アクションピザッツへとリニューアルされた。1987年にミスコンテスト、第1回ミスアクションオーディションが開催され、初代ミスアクションとして、綾木美久が選ばれている。2012年6月には、25年ぶりにミスアクションを決めるオーディションが開催された。2012年8月21日、 ミスアクション2013公式サイトが設立された。5. おさむき